おはようございます。スプライトライダーです。さあ今日はこの SR とそして間宮くんの R1 号とおはようございます。ごめん、今ツイッターの通知で間宮くんの声が消えたおはようございます。おはようございます。おはようございます。ということで、今日はこの2台でアスピーテ通って8万体のドラゴンアイを見に行ってきたいと思います。思います。そう、去年行けなかったからね、今年は行きたかったんだけど、まあちょっとコロナの影響もあってね、もうあと梅雨入っちゃったんでちょっともうあと今日行かないとね、今年行けなくなっちゃうから、うん、今日が多分ピークだろうなってことで、ちょっと2人で急遽行きたいと思います。アスピーテ初、そんじゃ行きましょう。さあ一発でかかってね。あー警戒です。あー懐かしき R1 もう暑いですよ。もう暑い。もう暑い。相変わらずアクラポいい音やな。久しぶりに R1 の音聞いたんじゃないですか。ねえ、久しぶりに R1 の音聞いたわ。あれこれ普通に高速乗っていいんだよね。本線、はい、本線。本線に出口じゃないです。出口に出そうだこれ。本線。本線。ああ出発。うわあ、いい音。ただね、もう本当、80キロ、いや、その100キロ巡航がね、まずできない。振動が、あの手の振動よりね、お尻の振動がやばくてね、100キロ巡航ができないんだよね、はい、まあゆっくりゆっくりっていうかドラゴンアイって雪の系なんですね。そうそうそう、雪解けで真ん中が残ってこう周りに水が溜まるっていう感じだよね。だから本当にこの季節だけなんですね。そう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 、だからもうね、梅雨明けて暖かくなったら上の方も暖かくなるから、多分あの水たまりになっちゃうわけよ。雪解け水になっちゃうんだよね。いや寒いな。いや寒い。花巻パーキングまで来ました。来ました。ちょっともうあの振動でね、手の振動よりもね、あのもうのね振動がきついんで、まあ、マーミヤくんの R1 をちょっとお借りしたいと思います。とりあえず、なんだっけ、岩手さん、岩手さんサービスエリアまでとりあえず行こう。かけられる。まあまあまあ、いけるっしょ。まあ、いけるっしょ。いけるっしょ。マーミヤくん初の、初です。 初か。初ですよ。デコンプ、うん、デコンプ、あーデコンプあんだ。そうそうそう、はい、合わせて、はい、思いっきり、せーの。あ、かかったじゃん。合わせてくれた。バッチリバッチリ。あ、久しぶりの R1。 じゃあこんないい音してたっけ。クラッチこんな重たかったっけ。ああ、重たかった。女ちょっと特殊です。特殊なのか。重くんで。はい、行くよ。ああ怖っ。ほっほっほ、はい、行きますよ。はい、はい、やっと。あー久しぶりの R1。 後ろから撮ってあげた。怖いよこれ。おー、こんな、こんなにこんなにパワーあったっけ。うわ、早い早い。うわー、お、待って。早い。あー、もう火がない。あ、もうない。高速だからね。めっちゃ振動くる。いや、なんか久しぶりにの乗ったからこの感覚忘れてるわ完全に。あー、こういう感じだったんだ。完全にのもう乗り方忘れちゃうね。よし、急
休憩も終わったし、行きましょう。はい、準備よー。オッケー、エンジンしろよー、ギアよー、電線いい、オッケー、オッケー、それじゃあ行きましょう。はい、さあまずはここよー、八幡平アスピーテラインまで行っちゃいましょう。行っちゃいましょう。あ、おかえり R1 おかえり SR、 うるさい。やかましい。なんていう加速。滑らかだ。あー、振動がない。最高。お尻がプルプルいってるよ。入りますよ。どうする、こう休憩してく。7キロほど道なりです。もうめっちゃマイクいる。どっちでもいいですよ。ちょっと寄ってくか。寄ってみたいか。あります。寄っていこうか。はい、24。すごいな。なん寄っても寄んなくてもどっちもいいかな。いやでもね、この八幡平コーヒー美味しいんだよ。なんだっけ、サイフォン式のコーヒー。ちょっとコーヒー飲んだら行きましょう。ですね。よーし、休憩も私行くよー。行くよー。アスピーテだー。いや、俺も何年ぶりだろ。あれですね、カタバコのキャンプ以来だよ。ああ、かもしんない。うん、アスピーテラインだよー。アスピーテだよー。うわー、なんかいっぱい来た、いっぱい来た。あー、来たー。あー、車が多いね。多いですね。おーおおなんだここ、なんだここ、超絶景。やばやば、絶景絶景。さあ前が開いたぞ。絶景なり絶景なり、行くぞー。カーブきついなー。こってね、ここかー。カーブがきついです。止まりそうになる。やっと上だ。やっと上に着いたよ。終点です。頂上までやっと着きましたね。やっと激込みでございますね。だってもうあと 1.5 キロぐらいで着いたのに。1.5 キロ渋滞してたんだよ、ゴールまで。いや、長い長い渋滞でした。右方向です。八幡平山頂レストハウス。そこのバイクは200円。左に止めます。うん、止めて。はい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 。なぜこんな狭いところへ俺わざわざ止めたんだっていう話。レストハウス到着です。あー、多分そっちだね、あのドラゴンアイ多分じゃないのかな、わかんないや。左側にある。あー、すごいな。左の景色やばい。人がいっぱいです。鏡池の。あー、ほんとだ、意外と距離あるんだね。SR めっちゃいい音すんな。20分歩くの、ここから意外と距離あるね。軽いハイキングだね。ああ往復考えたくないな。うん、わわすごい、まだ雪が残ってるよ。わわわわ、これか。お、急に急に着いた。すごい。おお。
あっちまで行けばちゃんと見えるんじゃない？はい、オッケー、取れたね。いやー、無事ドラゴンアイ見れてよかったね。やっと見れたね。あとはちゃっちゃか戻ろう。ちゃっちゃか戻りましょう。